おはようございます。現在の時刻は朝4時45分。ここは石川県金沢駅です。本日は2024年3月16日、北陸新幹線の金沢敦賀間の開業日です。昨日はですね、北陸本線の特急サンダーバード号と白鷺号が金沢駅に乗り入れる最後の日ということで非常に賑わいましたけど、本日そのバトンをつないで北陸新幹線がここから福井方面へと伸びる非常に歴史的な日になります。それでは金沢駅の構内の方に入っていきますが、駅の構内は午前5時とは思えないほどの非常に多くの人がすでに集まっていますね。もう日本国内で一番賑わっている駅かもしれません。こちらの方にはですね、前日から並ばれている自由席の方々ですね、西九州新幹線の時に夜通し自由席列に並びましたので非常に気持ちがよくわかりますね。今回は運よく一番列車の指定席券を取ることができました。こちらですね、金沢を一番最初に出る北陸新幹線敦賀1号になります。この列車はですね、今回の延伸区間に一番最初に進入する列車ということで真の一番列車ということになります。こちらが在来線の改札になります。昨日までと一見すると変わらないと思うんですが、こちらですね、福井敦賀方面に関しては昨日まで JR だったのが今日からは第3セクターのIR 石川鉄道およびハビライン福井ということになります。今回新幹線ばかりが注目されがちなんですが、実はこの IR 石川鉄道の方にも大きなトピックがあります。実はこの駅ですね、西松島駅という駅なんですが、実はこの駅は昨日までは存在しませんでした。今日から開業する IR 石川鉄道の新駅ということになります。こちらの方にも新幹線に乗りながら注目していこうかなというふうに思います。というわけで北陸新幹線金沢敦賀間いよいよ乗車していこうと思います。こちらですね、敦賀1号の敦賀駅になります。ついに目の前に現れました。北陸新幹線の開業区間一番列車の敦賀1号敦賀駅になります。正真正銘の一番列車です。これより先に営業区間に入っている列車はありません。こちらが敦賀1号の車両になります。上越北陸新幹線で使われている E7W7系になります。ちなみに今回の編成は W 編成ということで、西日本の車両が使われています。北陸ロマンが聞けるということで非常に楽しみです。
整備新幹線ということで、路盤の方もですね、しっかりとコンクリートの安定性が非常に高いということになっています。一番列車が出発してまだ数分なんですけど、もうすぐに小松に着くと言っています。新幹線がいかに速い乗り物かがよくわかりますよね。ちなみに路盤の方はですね、九州新幹線などでも見られる、土台になったタイプですね。ただ整備新幹線なのでよくある真ん中に穴が開いたコストカットのタイプではないということになります。隣に並行している複線の線路は、昨日まで在来線の特急がバンバン走っていた北陸本線ですね。今日からはもう特急列車は1本も発車しません。向こうのあの辺にある駅がこの辺ですね。この辺にある駅が、大正寺駅で、在来線時代は、特急列車も止まっていた駅になります。この駅がですね、ハピライン福井と IR 石川鉄道の県境の駅となります。列車は福井県の田原温泉を発車しました。ついにですね、福井に新幹線がやってきました。列車はここで新九頭竜橋という橋を渡るんですが、見えますかね、これ。この鉄道の脇に道路が走っていて、要は鉄道と道路の併用橋なんですけど、この新幹線と道路の併用橋というのは日本で初めてということなんですね。まるで、北大阪急行の区間のような形になっていますね。列車は福井の駅に到着しています。この駅は1面2線ということで、県庁所在地の駅としては最も小さな駅になります。列車はメガネの町鯖江を走行中ですね。在来線時代に見えたあのメガネの有名な看板はおそらくこの山にあったんじゃないかなと思いますね。次の停車駅は越前竹富ということで、今回の延伸区間では唯一の新幹線の単独駅ということになります。鶴ヶ駅に到着しました。このまず見て思ったのが、この床がですね、高輪ゲートウェイみたいな木のぬくもりを感じる仕様になってますね。それではここから大阪名古屋方面に乗り継ぐ在来線への乗り継ぎ方法をやってみたいと思います。
なんか改札があるのにそのまま通っていいって言われましたね。このようにシラサギとサンダーバードは色分けされていて非常に分かりやすい仕様にはなっていますが、行き先が書いてないのでちょっと分かりにくいかもしれないですね。今回は特急列車の乗り継ぎはしないんですが、シミュレーションとしてちょっと行ってみたいと思います。敦賀駅の東口の方にやってきました。こちらの方は今回の新幹線延伸によって新設された出口になります。そしてあちら側金沢方面を見てみますと、このようにですね、新北陸トンネルの大きなトンネルの入り口が見えますね。今回実際にこの北陸新幹線の延伸区間を乗って感じたことは、やはり新幹線は速いということですね。特に昨日最終の、白鷺号に乗ってますんで、敦賀金沢間が非常に短く感じましたね。一方でデメリットもあって、やはりこの敦賀駅での乗り換えがかなり面倒になってしまったということですね。しかもそれに伴って接続のサンダーバード号や白鷺号、その逆の北陸新幹線などが接続待ちのために待つというとんでもない事態になって遅れるということが今ありましたんで、そちらの方も何とかした方がいいかなと思います。ちなみに今回なぜこの敦賀駅が西九州新幹線の武雄温泉みたいに対面乗り換えにしなかったかっていうと、なんかね、どっかに鉄橋があって、それを乗り越えるためにこんな3階建ての大きな駅舎にしてしまって対面が難しくなったっていう話は聞きますね。またやっぱりあそこに見える新北陸トンネルの影響っていうのもあるかもしれませんね。というわけで今回は北陸新幹線金沢敦賀間延伸開業一番列車に乗ってきたということでお届けいたしました。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。